こんにちは、百舌整体光信です。今度ね、仙台にまた飛ぶよ。仙台行って、岩手県行って、でまた戻ってきて、ちょっとまだルートを考えてないんですけど、だいたい仙台あたりに、宿を取るつもりで、それがね、6月29、30日まで泊まって、1日はもう帰っちゃうので、帰る予定にしてるので、まあその辺のね、詳しいことはまた LINE とかで聞いてください。なので、仙台地方で百舌整体光信の受けてみたいという方は、ぜひ概要欄から見てね。以上、百舌整体光信でした。百舌整体光信、人を痛め続けて25年、本気で痛い。詳しくは概要欄、メンバーシップも始めたよ。待ってるぜ。